リチャード・ウィルソン・ライリーはアメリカ合衆国の政治家。第111代サウスカロライナ州知事、第6代教育長官を務めた。1933年1月2日にサウスカロライナ州グリーンビル郡において誕生した。ライリーはグリーンビル高校を1950年に卒業し、1954年にファーマン大学を卒業した。 ライリーは1954年から1955年までアメリカ合衆国海軍に所属し、総海底の通信士官を務めた。退役後は法律を学び、1956年まで連邦上院司法委員会で顧問を務めた。1956年からは父親が経営する法律事務所で働き、主にグリーンビルとシンプソンビルを活動範囲とした。 1959年にサウスカロライナ大学法科大学院を卒業した。1962年にサウスカロライナ州会院議員に選出され、翌1963年から1966年まで州会院議員を務めた。ライリーは1967年から1976年まで同州上院議員を務めた。 1978年度州知事選挙において、ライリーは民主党の候補者の一人として名前を挙げられた。民主党内での議論の結果、民主党はライリーを公認候補として擁立した。ライリーは1978年11月の本選挙において共和党候補、エドワード・ヤングと戦った。総投票数の61.4%の票を獲得したライリーは、 第111大州知事に当選した。1979年1月10日にサウスカロライナ州知事に就任した。1980年の憲法改正を経て新憲法下で実施された1982年州知事選挙でも再選を果たした。1987年に1月まで州知事を2期8年務めた。ライリーは州知事在任中、州内における 核廃棄物の輸送を監視する各査察機関を創設した。これは1979年3月に発生したスリーマイル島原子力発電所事故を受けての対応であった。また、ライリー政権下の1983年、修上院において最初の黒人議員が誕生した。また1985年には、州最高裁判所に、 最初の有色人種判事が誕生した。ライリーは州政府において環境問題と教育に注力した。ライリーは州知事を退任後、ビル・クリントン政権で教育長官に任命された。1993年から2001年まで長官を務め、退任後は弁護士として活動した。ま、またライリーはカーネギー財団理事、ファーマン大学教授。 ライリー研究所顧問を務めた。ありがとうございます。